チームメンバーが、9人、黄色、黄色生まれ。あ、なんで皆さん、マジか。皆さん、出てっちゃいました。さすがにもう、マジかですね。本当に申し訳ないです。はい、コズです。はい、皆さんお待たせしました。ついに、この時が来ましたね。ドラゴンボール一番くじ、MSS 最初っす、ジオラマ一番くじ、はい、いやー本日開催です。はい、いやーね、まあとりあえずね報告したいと思いますね。はい一応ね、行きました。はい、まあゲーセン行きましたね。はい、で、結果がですね、どうだったかっていうのをね皆さん、待っていると思いますけれども発表したいと思います。はい、まあ今回の、収穫、はい、ドンということでね、いやーよかった。 あのね2回できたね。ねまずね、こちらということでね、まずはね、はい、こちらですね。はい、いやー今回のねラインナップがね、まあ、3つしかなかったんですけどね、ウルトラマンジャック、ウルトラマンゼロ、団地ですねはい、ということで団地、結構団地が一番ね高値ついてるので、はい、でもう一つが、まあねウルトラマンジャックが欲しかったんですけどね、はい、私的にはね、はい、はい、ウルトラマン、いや俺 このね平成のウルトラマン知らないんで、ウルトラマンゼロ、まあ、でもかっこいいよな。はい、ということでね、ね、まあ、ちょっとやったけど、もう若干ちょっと色が違うよね。でもすごいね、やっぱね、1回500円だけあって、クオリティがすごい。うん、で、団地が出たんでね、ここ、スイッチがあるんでね、こうプツッとやるとね、はい。いや、かっこいい。かっこいいなこれ。いや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 、怖い。はい、まあね、ということで、茶番はいいんですよね、茶番はね、こんなのを見たいんじゃないんだよみたいなね、とりあえずね、今日の私の、まあ、行動をね、お伝えしますとね、あこの部分ね、いらないっていう人はちょっと先送りしてくださいね。はい、飛ばしちゃっていいです。はい、まあね、お付き合いいただける方だけちょっとね、お付き合いください。まあまずね、経緯から話します。まずね、11時ぐらいに、ちょっとね、ゲーセン、いつも、引いてたゲーセンにちょっと連絡を入れたんですね。前回ベジータ引いたゲーセンですね。はい、連絡を入れてちょっと確認しようと思って行く前にね、行ってなかったらもう行き損だし、もう別のとこ向かわなきゃいけないからちょっと面倒になっちゃうから、先に電話して洗いざらい聞こうと思ってね、開催店舗、まあもちろん近場のね、でまあとりあえず1軒目いつものその行ってるところ電話したら、予約分で一般販売分が完売です。いやーちょっと待てよと、悪い予感がすると、まあ、この時点でもう察知したわけですね。前回のベジータと流れが違うぞと、はい、ということでね、2軒目もう早速もう速攻でやばいと思ってね、2軒目電話しました。するとね、ちょっと
悟空の一番くじ、まだやってますかって聞いたら、予約されてますかって言われたんでね、予約してないですって言ったら、いや予約分だけになっちゃいます。はい。で3件目、まあ、電話しまして、悟空の一番くじまだありますか、ございません。はい。4件目、完売です。はい。いよいよやべえなというところで、ちょっともうちょっと足を伸ばさないと無理かもしれんと思ってね、ちょっとね自宅、まあ、自宅の近所から電話してたんですけれども、その場所から、車で1時間ほどのところにあるゲーセンに、連絡してみました。そしたらね、一応まあ今のところあと4つだけありますって言われたんですよ。4回やべえ、あるんだと思ってね、じゃあ行くしかないと思ってね、まあカーナビで調べてね、そしたら1時間って表示されたんで、うわマジかと思ってね、いや1時間で行ける距離で、まあね1時間の間にね確実に引かれるだろうと思ったんだけど、もうそこしかなかったんだよね。だからもう行きましたよ。でまあやっぱ1時間ぐらいかかったかな。でやっと着いたわけですよ。で、まあ、ほんとねでっかいショッピングモールの中に入ってるね、ゲームセンターだったんでね、行ったら、まあ、親子連れがすごい多かったんですけどね、まあ一応カウンター行きましたら、あのくじのねあの表が貼ってあったわけですよ。ちょっとね今回画像撮ってないんですけれども、それを見るとね、まあワンロットはもう全部貼られてる状態でしたね。はい。で2ロット目が貼り出されてて、で案の定ね4つ分だけ貼られてなかったんですよ。それがまあアソートで言うと A が2、C が1、D が1っていう状況だったんですよ。うわやったーと思って、いやこれちょっとマジで、まあ、全部引かないで3回引いて A、C、D 手に入るやんと思ってね。で店員さんがいなかったんでちょっと待ってたら店員さんが来て、ちょっと聞きました、すみません、ドラゴンボールの一番くじやりたいんですけどって言ったら、ちょっとね店員さんがのくじを調べ始めたんですね、なんか棚を見て、でなんか予約されてますかって言うんで、いや予約はしてないですって言ったら、あそうですか少々お待ちくださいって言われて、なんかねマイクロフォンイヤフォン、それでなんかね誰かと話してるんですよ。でもしかして嫌な予感がすると思ってね、これもう残り4回全部予約分って思ったんですね。そしたらねなんか話し終えたのかわかんないけど、店員さんがね、あすいませんこちらですねあと1回だけやれますって言われたんですよ。もうオープンなと思ってね、いや1回だけでもいいよと思ってね、いや下手したらもう本当に予約分しかないってね、はるばるね車で走ってきてね、まあ、結構田舎の方だったんですけどね、いやこれでなかったら行き損だったからね、うわマジかと思って、A2 で C1、D1 だったから俺 C が欲しかったんだよね。でよっしゃーと思ってとりあえず1回お願いしますっつって、まあ1回やりました。結果はね、はい、まあ狙いは C ですよ。はい。まあアソートではね A4、B3、C2、
D1 っていうね、いつものアソートです、はい。まあ白黒はあんま今回欲しくはなかったんですけどね、まあ希少価値からして、まあ、D もありかなっていうね、白黒もありかなと思ってたんで、とりあえず C と思って気合い入れてね、もう願いを込めてはるばる来てこの一等にかけてみました。ビリビリめくりました。はい、こちら、あれはわからないですね、ここの段階じゃね。でねんでんでねんでんでねんでんじゃん、 A ブラジショー。はい、案の定 ね、私の運はかなり低いんでね、本当にね、 A は鉄板で当たりますね、私ね、なぜか、4分の1を外すっていうね。まあいいんですよ、ブラシでもね、まあブラシはどっちにしろ全部欲しかったんでね、とりあえず1個だけでもね引けたから良かったんですけどね、まあその間もね、ちょっと帰り道がてらね、寄れるようなところをちょっと調べて電話したりとか、まあ直接行ったりしたんですけど、やっぱね、全部行ったとこ完売でした。はい、今回はほんとすごいですね、やっぱ悟空だからかな、すごい人気ですよね、はい。ということでね、1回だけ弾けたっていうだけでね、私的には、今回は満足です。はい、でね、実際のものもですね、はい、こちらですね、結構ね、あのね、びっくりするぐらい箱が大きいんですよね、ちょっと引かないとダメだ。はい、こんな感じ、すごいっすね、こうね、01伝説の戦士が目覚めるっていうね、いやー弾けただけよかったよ、ほんと。はい、いやーこれはね、ほんとね、よかったね、一回弾けただけでもね、ほんとね、運が良かったっていう風にね、前向きに捉えました。はい、ということでね、ではね、早速、こちら開封しちゃいたいと思います。はい、とりあえずね、ブリスター状態にするとこんな感じで入ってますね。はい、この時点でもうね、期待が膨らみますね。はいはい、開封しました。いや、やばっす、これヤバスです。いや、めっちゃかっこいい、これ、いや、すっごいな、これ、いや、これはすごい、ドラゴンボール、まあ、ドラゴンボールもついてる、いや、すっげえ、これエフェクトもついてるしね、いやー、これはすごい、いやー、苦労して遠出した甲斐があったな、だけど、なんだろうね、やっぱ
現物を手に取るとね、報われるね、うん、頑張っていろいろと探し回っただけあって、いやーよかった、一回でも弾けて、うん、こうやってね皆さんにお知らせすることができてよかったと思います。はい、いやーすごいわ、かっこいい。いやーまあね、でも一応ちょっとね自分の、予定通りね全種類この5具は集めたいと思ってるんで、でももうね完売なんでね、どこもね、私、オークション等にて、買い揃えたいと思います。ちょくちょくね、手に入り次第アップしていこうと思ってます。はい、なのでね、チャンネル登録してお待ちいただければ多分この後もね、BCD と、紹介して、最終的にはね全部揃った状態で、ご紹介できると思います。はい、今回自力で弾いたっていうのは、こちらの A 賞ブラシ彩色ですね。はい、まあ、鉄板の、A01 番です。はい、でもねこれ本当に出来がいいんでね、皆さん、まあ、お金に余裕があればねオークション等で買ってもいいと思います。はい、まあ、多少ねプレミアついちゃってますけど、まあそれでもねそのだけ買う価値はあると思います。はい、はい、まあ私もねプレネを出して買おうと思ってるんでね、はい、こればっかりはしょうがない、うん、ということでね、今回はね、まあこちらのね、ウルトラマンゼロの絵をご紹介ということでいやこれはもういいか、はい、まあ、これは途中ね気分的になんか1回だけだったからでやるのはね、もう 3,4 回やろうとしてたんでね、ちょっと肩透かし食らっちゃったんでね、その腹いすじゃないけどちょっとガチャガチャやりました。本当はね、やるつもりなかったんですけどね、1回500円だしね、まあでもいいやと思ってね。はい、ということで今回はね、以上になります。また、BCD が、手に入り次第アップしていきたいと思います。ではね、今回はこれにてご視聴どうもありがとうございました。